マザーグースについて、西洋の映画でかなり頻繁に引用されるのはもちろん聖書やシェイクスピアですが、それに次ぐぐらいの勢いなのがマザーグースです。そもそもはイギリスで古くから口伝で伝えられてきた童謡を総称してマザーグースと呼ばれていて、基本はナンセンスで時にちょっと怖い、だから子供たちがその言葉遊びのリズム感を楽しめるというのがマザーグースです。イギリスのエリザベス女王が亡くなるとき、その逝去の情報が流れたら軍はどう動くか、その作戦計画のコードネームがロンドン橋落ちたでした。この日本でも有名な童謡もマザーグースの一編ですね。他にも有名なのはアガサ・クリスティのそして誰もいなくなったでしょうか。10人のインディアンという童謡の歌詞に似せて殺人が行われていく、いわゆる見立て殺人を描くミステリーですね。この10人のインディアンもまたマザーグースの一編。日本では大統領の陰謀というタイトルになっているウォーターゲート事件をめぐる映画の現代はオール・ザ・プレゼント・メンで、これはルイス・キャロルの鏡の国のアリスでも引用されていたハンプティ・ダンプティの歌詞の中にあるオール・ザ・キングスメンという歌詞をもじったものでした。塀の上に座っていた卵のハンプティ・ダンプティが塀から落ちて割れちゃった、王様の家来をすべて集めてももう元には戻せない、そういう歌です。さて、他にも映画の中で具体的にマザーグースがどう使われているのかという例としてわかりやすいのが、バットマンシリーズに登場するゴッサムという街の名前。これはゴッサムの賢者という童謡から取られた名前です。ゴッサムの賢者が3人お椀に乗って海へ出た、もしそのお椀が丈夫だったなら私の歌も長かったのに、という内容なので、ゴッサムの賢者はつまり愚か者という意味合いで語られるようになりました。なのでバットマンに登場するゴッサムシティはつまりイカれたやつが住む街というニュアンスになります。また雇ったベビーシッターが恐ろしい秘密を隠しているというサスペンス映画、ゆりかごを揺らして、これも風が吹くときゆりかごが揺れる、枝が折れたらゆりかご落ちる、赤ちゃんゆりかご一緒に落ちるというマザーグース子守歌からの引用で、西洋の観客はタイトルを見ただけで映画に登場する夫婦とその赤ちゃんに待ち受ける不穏な気配を感じ取ります。日本ではどれにしようかな、神様の言う通りという遊び歌がありますが、西洋ではこれをマザーグースからの引用で、いにみにまいにも、いにみにまいにもと歌ったりします。これを映画の中で歌うのがナチュラルボーンキラーやパルプフィクションです。日本でも童謡からの引用をタイトルにしている映画はいろいろありますね。耳に馴染みのある言葉を使って作品の世界観を伝えていく、世界で勝負するシナリオを書くときには世界で広く認知されているマザーグースに着想を得るなんてことも創作の一助になるでしょう。ではまた来週。